どうも皆様ごきげんよう、コメンです。それではスレイザースファイアーアイアンクラッドの第2章続きをプレイしていきましょう。さてと、レリックは結構いい感じのものを手に入れたので、まあ無理して回収する必要はないかなと思っている次第です。ただ呪いのカードがいくつか手に入ってしまったので、商人のところは最低でも2回通りたいなというのが心情ですね。商人を2回通れる場所、ルートってある？結構少ねえな。一番左側のルートしか確実に通る場所ねえか。本当はね、ハテナを多く通りたいんだけどね。まあしゃあないでしょ。ここは確実性でいきましょう。プレートアーマーいきましょうか。1手目は攻撃か。2枚とも防御できたか。怒りとか来てくれたらよかったんだけどな。ハッカー薙ぎ払い防御 OK です。まあ、最初のうちは食らっちゃうのはしょうがない。アイアンクラッドは最初頑張って耐え抜くのがお仕事。今防御してる場合じゃないかな。怒り、頭突きで怒りを手札に、手札じゃない、山札に、ストライクでストライク OK。 自己形成粘土って何？ダメージ食らうたんびに3ずつ増えていくの。めっちゃいいカードじゃん。カードじゃない、めっちゃいいレリックですね。ダブルタップストライクからのストライク。オーケー。ハッカーいいですね。ハッカーアイアンウェーブ怒りからのストライク。多分バリケードはもうここまで来るとも必要ねえんだよな。OK。ダブルタップからのストライク。はい、終了。OK。ボディスラム来た。自分のブロック値に等しいダメージを与える。だからもう、どん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 防御しまくって、最後の最後でボディスラムをして、まあ、それで稼ぐと。しかも、そのバリケード。働いている状態だと、まあ、防御しつつボディスラムだけで攻撃っていう流れがボス戦の時にすごい有効なのではないかなと思いますとね。あはーん、あいや、しょうがない、今は耐えるんだ。なぎ払い、頭突きからのなぎ払いを手札に戻してボディスラムかな。あとでなぎ払いが来るだろうから無理に7のやつを減らす必要はないね。 HP がどんどん減っていく。よし、ハッカーで、なぎ払い、おたけびで、ストライクきたね。OK。で、ストライク。次のターンで相手を倒しきればいいけど、いけるかな？合計で14ダメージ。いけるか？いけなくない？これ。いや、いけた。オッケー、ギリギリ、危ねえ。どれがいいかな、これなんだ、
カードを3枚引く、このターン追加でカードを引くことができない。戦闘牌。まあ暗示カードかな。8ブロックを得る、カードを1枚引く。まあいいんじゃない、あの普通のブロックより全然優秀だと思います。さて、呪いのカードを1枚除去させていただこうか。1ターンで アタックを3枚使用するたび筋力1を得る。めっちゃいいカード。獲得値カードのデッキのカードを1枚複製すると。はあ、ああそういうことか。戦闘で初めて HP を失った時カードを3枚引く。金属カード、いいカードばっかりだな。まあまあでも呪いをまず平成かな。デッキにあることで有害なのは怪我と規制はね、直接的な問題は何もないんだよ。平成だから問題があるのはこれ除外しましょう。 OK です。神格化も本当は欲しいけどね。旋風陣、敵全体を5ダメージを X から与える。ほう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 、これは勝っちゃった。バカ。この辺も買うか。これでいいや。一応確認しましょう。手に入れたものは旋風陣、金属化、武装解除。武装解除のこの筋力前に失うっていうのは多分永続的になくなるはずなので、まあボス戦等々エリート戦とかも長期戦になるときはまあ絶対必要かなと思って。で金属化、他の終了時に4ブロックを得る。これも自動ブロックなので非常にいいですね。問題はこれだ、8か。なるほどね。まあいいでしょう。はい、いや詳細を見たかっただけなんだけどね。じゃあ行きましょう。はい、問題は次のショップに行くまでに100ゴールド貯められるかどうかだな。バリケードないからな。ストライクが来たか。受け流し、防御が来たか。ダブルタップストライクと。OK。さあ長期戦になると本当にきついからなこいつら。怒り、ストライク、ボディースラムゼロなんだよなこれ。さあダメージをもろに食らってしまいますが、きつい。こいつかな、武装解除で。バリケード、だいぶきついよこれ。えぐいな。印象の瓶を飲んで金属か。これもう俺終わったんじゃない。頭突き、どう見ても終わったよねこれね。はい、残念ながら終わりました。アイアンクラウドこういうことあるからさどうしようもねえなこれ。もうほんと信じられない。いやほんとだよ、いやマジで。はい、戻ってまいりました。まあ、そんなに時間はかかんなかったかな。
ていうか右上に書いてね、まあ、12分ぐらいで戻ってきました。一応レリックを紹介しましょう。燃える地はいつも通りですね。で、すべすべの石、臨床性1を得るよ、聖堂の鱗、開始時闘技3を得るよ、100年パズル、戦闘で初めて HP を失った時にカード3枚引くよと、で、ゴールドが 25% 増えると。で、アストロラーベルっていうので、まあ、カードを3枚変化させ、それら手に新しく手に入ったものをアップグレードさせるよと。で、デッキを見るときにね、こうやってね、なんかこう、正確に見れないときあるんだよね。これなん、どうしたら見れるんでしょうね。見せらんねー。あ、ようやく出てきた。ストライク2枚と防御1枚を変化させました。このアストラローブでね。アストロラーブか。で、それ以外は、強打は、あれか、もともと持ってるやつか。で、なぎ払い、ゴーストアーマーで金属化。地義は地を。旋風陣、死神。炎の息、アッパーカット、フンドですね。炎の息がパワーなのね。ターン終了時、そのターンで使用者アタックの枚数かける1を席全体に当てる。ああ、めっちゃいいね。いいね。うん。13ダメージを与える、脱力と弱体化2を与える。で、フンド。このターンでアタックを使用するため5ブロックを得る。なるほど。っていうカードらしいですね。怒りと、あとバリケードが欲しいところですね。そして、ね、結構お金が貯まってる。まあ、金の銅像ん、なんだっけ、黄金の偶像だを持っているせいですね。こっち行こうか。できる限りハテナを多く通りたいところ。トップレートアーマー持ってるこいつはなかなか厳しいやつだ。ゴーストアーマー、なぎ払い、廃棄されるから使いたくはねえな。まだな、はい、そういうのはダメージを負ってから最後決着でつけたいと。うん、使用するため5ブロック。で、旋風陣どうでしょう。炎の息いいですね。金属化も持っておきたいところ。ゴーサーマ使っとかないとダメだねこれね。で、ストライク、はい。ちょっとこのターンダメージは与えられなかったけど、まあまあいいでしょう。下準備。強打からのストライクかな、ここは。はい。さあ、明らか長期戦になりそうな気がする。フンド、なぎ払い、ストライクで旋風陣。いいんじゃない。バリケード早く欲しいとこだね。ゴーストアーマーは使っておきたい。地には地よ。アッパーカット使う。アッパーカット使ったか。はい、終了。まあまあいい感じだったんじゃない。お、何これ。カードを早くするため3ブロック植える。あどうなんだろうね。廃棄するたびか。そんなに廃棄するカードあるかって感じだけど。廃棄される。まあクラッシュがいいかな今は。お、いいね。パワーカードを使うたんびに他のカードがコストゼロになるやつ。はい、で、商人です。できれば、商人で買い物するときの、あった!会員カード全商品 50% オフ。ほら。これはいいよ。骨付き肉買っとか、怒りも欲しいね。呪いカード今ないっしょ。そうだよ、呪いカードないんだよね。ソードブームの不審。あ、30ブロックを得て廃棄されるか。非道の刃、スキル、ランダムなアタックを1枚手札に加える。そのターン、0になる。
このねパワーね絶対使いたくないんだ。メタモルフォーゼがいいかな。これ結構いいんだよね。難しいところで育成しましょうか。ゴールドアーマーと非道の刃になったか。非道の刃って、あ、これのコストがゼロになったのか。でそのターンもコストゼロ。ああ、もう出てきたらもう使うだけでもうアドスキルポーション、弱体化ポーション、筋力ポーション。弱体化はさ、相手が食らうダメージが増えるやつでしょ。筋力ポーションの方がいいのかな。でもスキルポーションもいいよね。ポーションって一回使ったらそれで終了だからね。ここでは何も買わないでおこうかな。いやー、よかった。会員カードがまさか買えるとは思わなかった。じゃあともうどんどんお金貯めましょう。死神アッパーカット、アッパーカットしよっか。おっしゃー、お前が俺に与えるダメージも減るという。オッケーでーす。金属化が早く欲しいところ。炎の息来ましたね。金属化来ましたね。ゴーストアーマー使いたいけど。トイレ。いいね、いいね、いいね。オッケー。フンド使ってなかった。強打、非道の刃。お、雷鳴いいですね。弱体化もついでにしてもらいましょう。で、ブロック。永久駒持ってないのがちょっと辛いね。バリケードあったらさ、34持ち越しだぜ。めっちゃいいじゃん。残念だね。フンドの効果結構いいんだよな。アイアンウェーブ。全部アタックだから、クラッシュ使えるね。ここはさあ、でもこれ全体に5か。それだったらなぎ払いストライクしてからの、終わった、ごめん終わった。怒りがいい。でもルカミさらにストライクと名の付くデッキのカードを枚数かける2でしょ。あのね、ストライクね変化で使ったからね、もう3枚しかないんだよ。だからね、ここは怒りの方がいいかな。今いい感じで進んでますね。どこかでバリケードは必ず欲しいところですが、ゴーストアーマーはエーテリアルで消すわけにはいかないので、まあ、こんなもん。はい、早くバリケードが欲しい。さあ混乱ですね。コストがバラバラとなりましたが、怒りが2とかバカにしてんのかよ。ブロック系がない。チンチオ、 OK。 金属化3とかほんとバカにしてんな。メタモルフォーゼ、まずゼロのもの、ここで炎の息。メタモルフォーゼ、非道の刃。いやー、ここアッパーカットだな。よし、 OK。 少しでも敵の攻撃力下げといて、クラダメージを少なくしておきたい。アッパーカットで脱力入ってるのに16なの、結構きっちいなそれ。手札を全て廃棄する、廃棄した枚数かける7ダメージだから28ダメージ。いや全然じゃん。 2×4 の8ダメージ。どうするよ。ブロック、クラッシュ、鬼火かな。はい、これで次のターン終わってくれるんじゃないかな。旋風陣来たね。
混乱はきちいよ。闇の法要、カードを廃棄するためにカード1枚引く。でも2でしょ、ちょっときついなそれな。残酷がいいかな。ブロック値を2倍にする。うん、回復は今はいいかな。家事をしましょう。すげえ、ランダムのアタック5枚山札に混ぜて、それらの戦闘中コスト0。絶対これがいいでしょ。 OK です。商人と会いたいな。わあ、結構きついよこれ。10か。待って、炎の息、金属か。これはえぐい。プレートアーマー、いやープレートアーマー再生かな。アッパーカットで攻撃力下げといて、クラッシュからのなぎ払い、これでどうだ。なんとかして早く手前のやつを倒したいところだね。メタモルフォーゼ、いいねいいねいいね。で、あと1か。怒り、怒り、地には地を。よし、倒した。これだったらもうあとはじっくりやればいいかな。死神が欲しいね。死神が、あ、来た。与えたダメージ回復でしょ。本当はね、筋力とかついてればもっといいダメージいけたんだろうけど、これすごいね。0で32って、もともとはバカじゃないの。間違えて Y ボタン押しちゃった。ずっと前にもそういうことやったよねまあいいや、おとなしく勝とう。はーい、オッケーでーす。戦闘、はい、雷鳴、うん、雷鳴かな。怪我をまとった、年寄りの物声の前を通り過ぎようとすると、彼は手を伸ばしてきた小銭をもらえんだろうか。除去する必要ねんだけどな。ごめんよ、除去したいカードがないんだわ。お前さんは何も成し遂げることはできん、何一つなと。うん、本当はね、この人ね、聖者なんだよ。聖職者なんだけどね。残念ながら除去したいカードはない。目的が合わなかった。残念ながらね。あれだ、ルーレットだ。やりたくないよ。やらざるを得ないんですけど。お、 HP 回復、今57だけど無料で回復だって。やったね。お、全回復か、よかったね。はい、わった、えぐいえぐい。金属か、ストライクかな。防御する必要ないんだけどね。うん、いいでしょう。早々に倒していかないとね、こいつらターンを追うごとに攻撃力が上がっていくから結構厄介なんだよね。炎の息、メタモルフォーゼで、今全部アタックになったから、ちゃっちゃとやっちゃいましょう。一人ずつ確実に。オッケーかな。よし、うん、怖いね。
どうせね、俺はね、今日筋力上がるやつないから、今使っちゃってもいいんだよね。使う？ほい、 OK です。灼熱の一撃が10か3品14、旋風陣は全員に8でしょう。移動の刃、フルストライクか。デッキにストライクは1枚だけか。16でも16ダメージ与えるの嬉しいね。なかなか迷うよこれ。まず全員にダメージが与えられるやつからする。おい、OK。で、あとはこのコスト0の3枚をどの順番で使うかだね。 HP が33と34、12、14、16、14、16、30。微妙に倒しきらんやつこれ。全部使っても一匹だけに集中させないとダメだなってなると、16、14、12とか。OK。いや、炎の息の効果があって、炎の息って全員に攻撃だから、今のは、今のはもっと効率よく戦えたな、本当は。まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。なぎ払い、頭突き。なぎ払いプラスは純粋にいいな。でも頭突き、これと怒りを合わせると結構いい感じになるんだよね。ボス戦の時にはね、やっぱ単体用のカードの方が効果が大きいから、そこら辺はよく考えないとな。金属か、セカンドウィンドない。アタック以外の手札を全て廃棄し、その時廃棄されたカードのかける5ブロックウェル。なるほど。武装、ボディースラム、ボディースラム来ましたね。今さ、除去したいカードはないっしょ。そう、呪いのカードないから別に除去したいわけじゃないんだよ。ザ・ブーツとハンドドリル、ザ・ブーツかな。こっちがなんか今筋力を得られてるわけじゃないからね。で、金、あーおー、ボディースラムが得られなかった。まあいいでしょう。よし、鍛錬。まあやっぱ金属化かな。死神もいいんだけどね。うん、金属化にしよう。やっぱ生存率を上げる方が優先だよ。はてな、おっと、金属か。クラッシュではないんだよね。まあでもコストゼロだから使っといて、そっからクラッシュを使うと。でストライク、こんなもんかな。ゴーストアーマー、エーテリアルだから使っておかないときついんだよね。で、怒り、怒り、ストライク、ストライク、うん、OK。 また防御してきたか。
16回復はきついねーってね。はい、乃木払い。アッパーカット先にしといた方がよかったな。オッケー。また回復してくるぜ。これめっちゃ良くない？ほいほいほい。そしてなぎ払い終了。早かったね。あの敵にしてはかなり早かったと思う。ドロップキック弱体化のカードって何かある？あ、一応あるね。弱体化、これも弱体化か。で弱体化、弱体化のカードいくつかあるんだな。かな、俺は頭突きの方が好きかな。頭突きが好きっておかしいけどね。で火事、死神、クラッシュ、残酷。結局バリケードを得られなかったのは辛いね。まあ今はいいか、気にしてもしゃあない。怒りで、よし、では行きましょう。これを知ってるぞ、コレクターだろう。コレクター結構きついんだよな。毒でなんとか勝ったって感じなんだよな、サイレントの時。金属か。で、これ邪魔だからブロックしておいて、クラッシュ。で、頭突きをして、クラッシュを山札に戻しとこうかな。で、ストライク。OK です。結構エグいんだよな、こいつらの攻撃。プレートアーマー手に入れておきましょうか。で、再生。今はいい。今はまだいい。扇風陣か。扇風陣を使ったらどうなる ?24 か。24か。エーテリアルだから、これ先に使って、光を与えておいて、クラッシュも使ってから扇風陣。どうでしょう。全部が全部ガードはしきれないけど。OK。よしよしよし。まあメタモルフォーゼは優先的に使っておきたいね。で、金属か。OK。なぎ払いが使えなかったのはきついけれども、しょうがない。で、こういうやつらは優先的に倒しておかないと。OK です。で、次のターン、ペン先が使われますね。ペン先か。炎の息はパワーだから使っておこう。フンドも使っておきましょう。死神使うか。ちょっと回復させてもらおう。 OK。 非道の刃。 OK。 なぎ払いで、強打。 OK です。で、お前は私のものだでしょ。ほら、これがきついんだわ。この特殊能力、脱力と脆弱化がめちゃくちゃ強力にかかるんだよね。きついね。地には地を、アイアンウェイ、残酷、アッパーカット。アッパーカットかな、まずは。アイアンウォール。 OK。 で、地には地を。 OK。そろそろ再生使ってもいいんじゃないかな。飲んでおきましょう。怒りは絶対使っておきたい。無謀がある突進、5ダメージを与えるめまいが1分、1枚山札に混ぜられる。絶対嫌だそんなの。頭突きで怒り、
で、ツインストライク、ストライク、うん、まあ、こんな感じでいいんじゃないかな。無謀なる突進なんて混ぜないでほしいな、メタモルフォーゼ。さあ、また来たね。旋風陣とかまた来てほしいところだけど、まあ来ないよね。ああ、ゴースターマンいいね。さて、脆弱化がまだかかっていますね。これでどう？よし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 。敵の攻撃はこれで完全ガードレット。ただ向こうがまたなんかやってくる。あ、筋力か。筋力アップか。トーチヘッドはもうこのターンで全員終わらせたいところ。あと8か。残暴使いたくないんだけどな。アッパーカット頭突き、もうアッパーカットしか使えない感じか。頭突き、ブロック値は今2倍にできないから。わあ、マジでどうしよう。いや、こいつにアッパーカットしておくべきか。よし、クラッシュは残念ながらできない。アタック手札が全部アタックじゃないと使えないから、しゃあなし。だいぶ食らっちゃうけど、プレートアーマー解除されちゃいましたね。おうおうおう、まだ来るね。まずは旋風陣かな。さあ、全員お亡くなりになってください。 OK です。そして地には地を、そして怒り、 OK です。お、これ終わったんじゃない。よし、アイアンクラッドでここまで来るのほんと苦労した。 OK です。ああ、いいね。ターン開始時筋力2を得る。どん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 攻撃力が上がっていくやつら。悪魔化は欲しいね。 OK です。で、レリックは2枚除去する。火事ができなくなる。燃える地と置き換わる。戦闘終了後 HP を10回復する。めっちゃいいじゃん。待って、一応確認しよう。6回復なのが10回復に変わるんでしょ。これにしましょう。 OK です。よし、じゃあ今回はここまででね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いいたしましょう。失礼いたします。